はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハドです。今回は新しく強化されたカルナさんと沖田の水着ですね、それについて性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていくんですが、まずカルナさんです。カルナなんですが、めっちゃやばい強化入りました。はい、もともとは自身の NP を 25% 増やしてスター発生率アップ、クリティカル威力アップだけだったんですが、まず自身の NP25% から 30% に変更されました。もうこれだけで正直めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうっていうことで 30% です。はい、それと同時にスター発生率アップが 50% から 100%、 クリティカル威力アップが 40% から 50% にアップ、そこに追加されてスターを大量獲得なんですが、これスキルマックスで40個スターを発生するということで、マジぶっ壊れました。はい、多分ねカルナさん今後のお話をした際に90プラプラ等でめちゃくちゃ使える性能になってるんじゃないかなと個人的に思います。はい、それぐらいに今回のカルナさんの強化は個人的に一番やべえんじゃないかなって思ってます。まあシンプルにね、クリティカル威力アップどういう風に使っていこう、まあ光小屋でやってあげるかっていう感じだったんですが、もう自分で勝手に自己完結してやってくれるということで本当に強いです。はい、まあ NP30% チャージになったのが一番やったっていうことだとは思うんですが、それに追加されていい強化もらえすぎだろっていう感覚が個人的にあります。まあそれと同時にね、まあ NP チャージ30% になったことによってオベロン光小屋光小屋でシステム等もすることができるようになったってことを考えても、とうとうやばいなって個人的に思います。はい、ということで、カルナさんの強化はこんな感じです。そして次、沖田さんですね。沖田さんなんですが、第3スキルが強化されました。もともとは自身の旧性能アップに毎ターン徐々に防御力がダウンする状態付与デメリットだったんですが、まずNP を増やすが追加されて、この NP を増やすに関しては 30% となっております。そしてさらに NP 獲得量を3ターンアップするということで、まあ宝具回転率が高くなったよという感じです。はい、なので今回の強化に関しては宝具の回転率を上げるプラスシステム軸での強化になっているということで、まあ沖田さんに関しても、おなかなかいい強化になってるなと思います。でかつこの子なんですが、俺の予想が正しければ多分、水着スカリーでオダチェンなしでシステムすることっていうのはできないんですが、多分キャスターのスカリー入れたら黒聖杯でシステムすることができるといった意味で、ここも結構いい強化になってるなぁと個人的に思います。はい、ということで2期のサーバント紹介してきたんで早速運用していきましょう。はい、ということでやってきました。まあここに関してはシステム軸の強化、沖田さんに関してはそういう感じになっているんでそのまま使っていきましょう。まず第3スキル切ることによって旧性能 NP30% チャージ、 NP 獲得量アップが ついたということでもう完璧です。そして第2スキルですね。第2スキル使うと3ターン内で防御威力上げてくれるんで、ここもちゃんと使っておきましょう。はい、ということであとはスカリーのバフを打ってあげて OK って感じです。ただここ注意点なんですが、アペンドと第3スキルマックスにしていないと1ターン目打つことができないという形になるんで、そこだけ注意してください。では早速いきます。はい、ということでボーンって打つんですが、どれぐらい NP 獲得量上がってくれるんだろう。まあ敵がライダーなんで多分 NP 回収率的なことを言うと結構高いんですが、どれぐらいいくのかな。多分結構いい感じに溜まりますね。はい、49% 溜まっているということで、そうだね、後ろ側のスカリーです、持ってくることによって NP50% チャージが追加されるっていうことを考えると相当いいかなと思います。でまあついでに旧性能アップつけてあげると確定で多分 50% 以上は溜まると思うので、ここもほぐっていきましょう。で実際これ普通にいいっすね。まあ基本はトツカレスコとか NP50% 霊装と合わせてシステムしていくっていう話になるんですが、まあトリプルスカリーでシステムができるならば今後どっかで使える場面っていうのはあったりするんで、結構いい強化になってるかなと思うんですが、
問題はね、あっちなんですよね。ここで宝具3連発できるようになったっていうのは強みなんですが、この子の宝具自体がデメリットでスタンがあるんですよ。あとはこれだけだね。このスタンがなくなったらこういう感じで急チェーンして火力ぶっ飛ばして殴れるよっていうね、運用方法ができたりとかするんですが、それができないということで、まあ宝具軸での強化は強くなった、システム軸での強化は強くなったけど、追撃という意味ではまだ足りないっていう話になっているんで、そこはどうにかしら今後また強化が来てくれるといいなと思います。まあクリ軸等ではね、沖田さん結構いいバフ持っているということで、宝具強化ゆっくり待ちましょうということで、沖田さんの運用でした。次カルナさん行きましょう。はい、ということでやってきました。カルナさん運用していきましょう。カルナなんですが、 NP50% 霊装と合わせてあげると1ターン目に宝具が打てるということで、そのまま打っていきます。はい、で NP30% ここなんですが、 NP30% はレベル依存しておりません。はい、レベル1でも NP30% チャージしてくれるということで、めっちゃ便利です。はい、これだけで正直強みあるかなと思います。でそこからバスター性のアップ、バスター性のアップ打ってぶん殴っていくっていうのもありだし、まあ、今回コマンドがねバスターがないということで運用することできないんですが、ここでカリコヤンの第2スキル使ってあげて、スター60個にして1回確実にクリティカルを入れるという運用方法もありです。はい、これに関してはまあどのタイミングで打つかによってクリティカル運用できるかできないかっていうのは変わっていくんで、そこだけ注意必要かなと思うんですが、まあ光コヤンとカルナいるだけで1ターン目確実にクリティカル狙えるっていうのは相当強いので、個人的にやっぱやばいなって思ってます。でそのまま NP50% チャージして、 NP50% チャージしてオーダーチェンジしておいて、オベロンを連れてきましょう。でここなんですが、まあそのまま殴っていきます。まあ2ターン目に関してはスター獲得等がないということで、ちょっとっていう話かな。ただまあカルナさん神聖特攻が入れば当倍でもめちゃくちゃいい火力を出してくれるということで、バスター耐性ダウンしているんですが、はい、当倍で10万出してくれてます。いい火力ですね、マジで。本当にこれが強いって個人的に思います。でラスト18万の敵がいるんで、そこ処理しつついろいろやっていきますか。まあ第3スキル帰ってきたので、第3スキル切ることによって NP30% とスターを40個獲得、これでもう簡単にクリティカルができます。でそこから NP20%、 50%、 夢の終わり、魔力放出、まあ、ついでにスター獲得とかもやっておきましょう。で攻撃力を上げて、まあ、ついでに宝具封印もしておいてぶっ飛ばします。で多分ここねバスター2枚で飛ばすことができると思うんで、ちょっとバスター2枚しながら宝具の火力がどれぐらい出るかっていうのを見ていけたらいいなと思います。当倍相手なんですが、13万、16万出てるということで、普通に相手がアーチャークラス有利だった場合30万ぐらい出てくれます。もうそれがめちゃくちゃ強いですね。で宝具に関して神聖特攻オベロンのやつが入ってるということで、クロス聖杯つけていないんですが、なぜか知らないけど100万程度出るっていう、あーっていうめちゃくちゃちょっとぶっ飛んだキャラクターとなりました。はい、まあオベロンと光コヤンでバフってるから当たり前だろっていうのはあると思うんですが、仮に NP50% 霊装プラスそれに特攻霊装がついている場合ですね、もうこれだけで簡単にポンポンポンって周回することができるといった意味で、今回カルナさんの強化個人的に一番ぶっ壊れてるんじゃないかなと思います。かつ90プラプラ90プラだった場合、第3スキル切るだけでシステム運用、あ違う、クリティカル運用することができるといった意味で、相当強い強化になってるかなって感じです。まあ今回の強化に関してカルナさんは全体的にガチで強くなった、まあもともとある程度強かったのがさらに強くなったって感じです。で沖田さんの水着に関してはそこまで使わないっていうのが、黒聖杯運用もしくは普通の NP50% 霊装でシステムができるようになったということで、シンプルに強いということで、まあカルナさんが個人的に神強化、沖田さんはまあシンプルにいい強化、あとは宝具強化してほしいなという感じなんで、まあ今後期待しつつ、まあカルナが強化されたんで星5アーチャーアルジュナが強化されることを祈りましょう。はい、
以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。